アラン・ロバートソン棒に掘られている、セント・アンドリュース・アランド・ロバートソンは、ゴルフ史上、最初のプロゴルファーの一人であるとみなされている。19世紀中頃は、手作りのクラブとボールは高価だったため、ゴルフは、主に裕福な紳士がプレイしていた。プロは掛けへプレイ、キャディ、ボール及びクラブの製造、そして教習で暮らしを立てた。ロバートソンはこれらプロの中で、一番有名であった。 伝承によれば、ロバートソン自身は、金のためにプレーしている時は、個人として、決して負けることがなかったという。彼は時折、敵に与えなくてはならないハンデを少なくするために、自分の能力未満でプレーをした。ロバートソンは、1843年から、ベストゴルファーであるとして一般にみなされ、これは、パーク兄弟やモリス親子らが対等し始めた。 以降においてさえなおトッププレイヤーであり続けた。ロバートソンは1843年にグランドチャレンジマッチという10日間で20ラウンドをプレイする試合で当時トッププレイヤーの一人とされたマッセル・バラのウィリー・ダンシニアに勝った。それだけでなくロバートソンはセント・アンドリュースのオールドコースで初めて80を下回るスコアを出したプレイヤーとして有名になったが彼は ガタパーチャのボールで、死の前年にも80を下回るスコアを出している。ロバートソンは、当時の第一位のボール及びクラブの製作者とみなされ、世界中に商品を輸出した。それは、広がり続ける市場との利益をもたらす商売であった。事業はもともとは、祖父が立ち上げて、祖父は事業を息子に伝え、それからロバートソン自身がそれを相続した。今日、 アーランのスタンプのあるロバートソンボールは収集家によって高く評価されている。オールドトム・モリスは14歳であった1835年からロバートソンの店で徒弟として働いたし、二人はパートナーとしてプレーして負けたことがなかったと言われている。モリスは1834年にフレンドリーマッチで初めてロバートソンに勝ち、ジャケットを勝ち取ったが、 二人は全般に賞金を得るために直接対決で争わなかった。ロバートソンは認知されたベストプレイヤーとして当時の監修に従ってあらゆる挑戦を拒み自分はモリスをプレーの相手に選びたいと言った。モリスはロバートソンのために働いたから個人的なプレーの評判については気まずい立場にあってロバートソンは結局は設備をめぐる意見の不一致の後 彼を首にした。しかし、それに先立つ多年にわたって、ロバートソンとモリスは、プレーのパートナーとして、利益をもたらす関係にあった。マッセルバラの若いスターウィリー・パーク・シニア、当時20歳、は、1853年に、公然とロバートソンに直接対決を挑戦したが、これは応じられなかった。チャレンジマッチは、通例、貴族や裕福なビジネスマンによって講演され、 ゴルフコンペティションの当時の主な形式であった。ロバートソンはゴルフ人口の増加を見越してグリーンを広げてオールドコースを改良した。オールドコースのフェアウェイの狭いストランドを越えるプレーのアウトイコールイコールバックの流れは結局のところスコットランドにおける事実上ユニークな巨大な二重のグリーンの建設につながった。これらは時々 モダンなゴルフデザインにおいて模倣されている。ロバートソンの最初のゴルフコースデザインにおいて、ロバートソンはモリスの女子であったが、1842年、カールスティにおいてのことで、その時二人は新たな10ホールを配置した。カールスティは次第に世界最高のコースの一つに発展した。 アラン・ロバートソンのハカセント・アンドルーズ大聖堂教会墓地ガタッパーチャのボールが導入された時、ロバートソンとモリスとの関係は悪化した。ロバートソンはモリスがガタッパーチャを持て遊んでいる現場を抑え、その場で彼を首にした。ロバートソンは新たな、より安価なボールの人気を抑え込もうとしたが、これが彼自身の100年間にわたる羽毛のボール製造の事業の終わりを早めた。 モリスは、進歩の進行を受け入れ、ロバートソンを離れなければならないと感じ、自身の作業場を立ち上げた。モリスは1851年に、スコットランドの西岸、プレストウィックに移り、新たなゴルフコースを作り、そこで彼はプロ及びグリーンキーパーとして働いた。ガタパーチャのボールはゴルフに革命を起こし、ロバートソンの思う事業は崩壊し、 ロバートソンは速やかにガタパーチャの製造に移行したが、ガタパーチャは、マレーシアで見つかった液状ゴムから作られた。ロバートソンは、横断の発作の数ヶ月後に、死去した。ロイヤルエンシエント・ゴルフ・クラブ・オブ・セント・アンドリュースは、彼の死去に際して、ゴルフへの貢献を称用する声明を出し、彼の未亡人を養う毎年の献金を組織した。ロバートソンの肖像が、 ロイヤルエンシェントゴルフクラブオブセントアンドリュースのギャラリーに展示してある。彼の墓はセントアンドリュース大聖堂の教会墓地中央小島の真西にある。彼の肖像が掘られた砂岩のオベリスクである。墓碑名はアランドバートソン1859年10月1日に44歳で亡くなった。彼は 個人的な価値で高く評価され、多年にわたりスコットランドのチャンピオンゴルファーとして結出していたロバートソンの死去の結果として、ゴルフのオープン選手権が生まれた。彼は、生涯の大半でベストプレイヤーとして認められていたから、プレストウィックゴルフクラブのゴルファーたちは、1860年にコンペティションを結成し、誰がチャンピオンゴルファーとして彼の後を受け継ぐかを決めた。 オープンは戦時中を除いてその後ずっと毎年続いていて最も長期に及ぶゴルフ選手権であり4大選手権のうちで最古のものである。ありがとうございます。